が一体誰がチャンスをものにするのか。最終選考にはシード校のミスターコンテスト優勝者と一般審査を勝ち抜いた大学生がエントリー。ミスター KO の古川くんは海外生活11年の帰国子女。ニューヨーク仕込みのブレイクダンスはプロ級。ダンスの身のこなしは激しくても雰囲気はソフト。理工学部在学中の理系の男子。ミスター立教はこのはにかんだ笑顔が印象的。大野くんは高校時代も3年連続でミスターコンテストに優勝した折り紙付きのイケメンだ。趣味はバスケ。大学ではスポーツと健康をテーマに勉学に励む。スポーツ自分好きなんで、スポーツのことを聞いてるのは楽しいです。女子の評判は、かっこいい、イケメン。初めて食堂とかで見た時からイケメンがいるみたいな感じで目立った。準グランプリも最終選考にエントリー。佐伯くんの趣味はダンスとテニス。元気が取り柄の唯一の1年生。横浜国大からはルービックキューブをわずか2分でクリアしてみせた大瀬くん。経済学を学ぶ秀才でありながら趣味はフリークライミングとバリバリのアウトドア派。上智大学からは大人っぽい雰囲気を漂わす竹中くん。スポーツ万能にして実はかなりのゲーマー。首都大学東京からは癒し系の赤松くん。大学で科学を専攻する一方で趣味は料理と家庭的。関西代表は江南大学の高丸くん。個性派が揃ったファイナリストの中でもとびきりの個性派。独特のセンスが光る。さらに一般審査には全国から多数の大学生が応募。自慢の特技でファイナル進出を狙うのだが、大学入試よりも狭き門。審査の紙にはこんな厳しい言葉が。そんな中、演技力を評価されたのが宮島君。好きだから分かる。日大芸術学部で演出を学ぶ宮島君は監督もできる俳優になるのが夢。松田優作を尊敬する菊田くんは趣味が多彩。サッカー、水泳、カメラに、そして毎日宝物のバイクで通学する。かっこいいですね。ありがとうございます。やっと買えたんですよ。どこでバイクしてるの？蕎麦屋とコンビニの焼きです。イケメンで有名でしたよね。話がうまい。おしゃれ、本当いつも。水もいいの。大学では中国語を専攻。目標は中国語を自在に操る国際派俳優。そして意外な特技がこれ。普段から筆を持ち、一人心を落ち着かせるという古風な一面も。好きな言葉を書いてもらった。素顔は真面目な努力家だ。最後の一人は多摩美術大学の井原くん。専攻はなんと彫刻。異色のファイナリスト。今は鉄を使って表を作っている。伝えたいのは時間の経過。消えていくイメージっていうのがあるのかもしれないですね。彫刻も演技も表現という点で相通ずる。そう語る井原くん。創作に没頭する姿が凛々しい。ダルビッシュ、ダルビッシュ似てる。すごい。こうして出揃った十人十色の個性。次世代を担う俳優が間もなく誕生する。そこで最終選考を前にテリーが出動。俳優の卵たちを直撃。見ましたね。やっぱりいいですね。本音を聞き出す。完全にいますね。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。オーディションを勝ち上がってきた俳優候補の大学生にツッコミの洗礼。
まずはこの質問。自分の弱点。さあ、一斉に書き始めるが、大野くんだけペンが動かない。みんなの全てが大野おペンだもん。頑張れ大野。これは頑張るとこじゃないんだから。弱点ないんですか。見て、もう見ていじめてますよ。マジでもうお前落ちるといくにね。どうも、まず大野、なんでこれ涙。涙に弱いです。あ、人の子供みたいなこと言ってんだお前。ミスターコンテストでも何でもないんだよこれ。ノリノリで次に突っ込んだのは、坊主にするとね、海老蔵さん系ですよね。ほらやっぱりいいですね。シャイな古川くんも一刀両断。ちょっとなんか病んでるような表情がさ、女性にたまらないですよね。さあ